はい、今回はですね、キュアワーの性能が判明したので、それについてまとめております。なので、まだ性能見たくないよっていう方いれば、動画見るのお気をつけください。では見ていきます。はい、ではまずキュアワーの性能とお手スピ表を見て、どの辺の位置にいるのかっていうところと、ある食材の救世主ポケモンになってくるのかというところと、活躍しそうなところをピックアップしております。背景はポケモンスナップで、キュアはいたので写真撮ってきました。ちょっと先週からやってみたんですけど、3回くらい探検に行くと画面酔いしてしまうのであんまり進まないんですけど、ちょっとポケモンスリープ関係のポケモンいたら写真撮って動画でちょくちょく出していこうかなと思います。では早速ですね、キュアワーの性能見ていこうと思います。キュアはまさかの食材タイプでした。で、木の実はフェアリータイプなのでモモンの実で、メインスキルが元気です。こちら詳しくですね、後でまとめてます。最大処理数が20ですね。進化しないのでちょっとプラスがないのがちょっと痛いところですが、少なくはないですね。はい。で、お手伝い時間が2500秒、これ結構早いんですけど、お手伝い表も後でまとめております。で、食材が第一食材若草コーンで、第二食材があったかジンジャーで、第三がリラックス加工ということで、まあ、まさかでしたね。はい。ちょっとオイルとか入ってくるのかなと思ったんですけど、まさかの若草コーンポケモンラピスラズリ以来ですかね、はい、追加が来たということです。そしてメインスキルの元気 LS についてですが、ランダムでチームのポケモン1匹の元気を回復するということで、まあ、元気が少ないポケモンに当たりやすくなったというのも最近ありましたが、今までスキルタイプしか持ってなかったんですが、今回食材タイプですね。なんで食材を拾ってくるのがメインで、追加のメインスキルでこういったスキル持ってるのは悪くないのかなと思いました。ただ進化しないのでスキルレベルが全然上げれるタイミングがないですよね。なんでスキルレベル1だと14回復ということなんですけど、まあ食材タイプでこのメインスキルは悪くないのかなとは個人的には思います。ちょっとこのページだけですね、落ち着いたテイストになってますが、いつもちょっとカラフルな感じではあるんですけど、こういう感じも悪くないなと思ってたので、ちょっと試しに出してみました。そしてですね、キュアはお手スピ表に入れてみました。そして食材もエナジー順にしてるんですけど、第一食材が若草コーンですね。で、第二があったかジンジャーで、第三がリラックスカカオということで、矢印入れてみてます。まあ、エナジー高めの、食材を拾ってくるなというところで、お手伝いスピードは2500秒ということで、このラインですね、最近追加されたデデンネ、デリバードあたりとも同じということで、まあ、結構こう見ると早いです。なんで、ちょっとこの速さでこのエナジーの食材っていうことは、食材確率はさすがにちょっと低めになってるのかなっていうところが予想としてあります。まだ正確な値は出てないんですよね。なんでちょっと予想としては、ここでこのお手伝いスピードでこの食材で食材確率も高かったらかなりのぶっ壊れになるので、まあ、ちょっとそこら辺はちょっと調整されてるのではないかなという予想はしております。はい、そしてですね、キュアワーなんですが、若草コーンポケモンの救世主になるのではないかなというところもあります。若草コーンは今まで食材タイプはキテルグマ、カイリュのどっちかという感じでしたが、ラピスラズリ解放しないとゲットできなかったんですよね。なんですけど、キュアワーは若草やシアンでも出てくるので、その時点の島でも解放できるようになった。かつ食材タイプなのでメインで拾ってくることもできるということで、ちょっと救世主になりうるなというところもあるんですけど、やっぱりフレンドポイント16っていうところもあるので、まあ、捕獲は結構大変だけど、なんとか捕獲、厳選することができれば、ラピスラズリまで行けない方でも、若草コーンポケモンしっかりと、ゲットすることができるという感じの立ち位置のポケモンになってくるのかなとちょっと思ってます。そして第2食材があったかジンジャーなんで、あったかジンジャー要因としてはどうなのかというところもあるんですけど、やっぱり食材確率出ないと何とも言えないんですけど、第1食材から拾ってくるバンギラス、ガルーラにはちょっと個数的にはさすがに勝てないんじゃないかなと思ってます。そしてリザードも第2食材から拾ってくる食材タイプということで、ライバルは多いんですよね。ただ若草コーンを一緒に拾ってくるということが、まあ、キュアワーのいいところ。で、若草、シアン、ラピスラズリで出てくるんで、まあ、ガルーラよりは捕まえるタイミングがありそうっていうところと、バンギラスよりも、育成の難易度は、優しいっていうところもあるので、まあ、ちょっとそこら辺がメリットになってくるかなと思うんですけど、煉獄コンキーマカレー、お茶会コンスコンあたりが、若草コン、ジンジャーが一緒に入っていて、ちょっと活躍するところかなと思うんですけど、煉獄コンキーマカレーに関しては、若草コンの方が、個数必要になってきます。なんで、第2食材がジンジャーの場合は多分ジンジャーの方が多く拾ってくるので、ちょっと若草コーンあたりはちょっと足りなくなってくると思いますね。で、お茶会コーンスコーンに関しては、
若草コーン18、神社20ということで、まあ、神社集め要員としては結構やれそう。で、若草コーンの補助もできそうっていうことは、ちょっと思いますけど、ちょっと今後のですね、食材確率等も見てどうなんだろうっていうところはまた考えて動画にまとめようかなと思います。そして、キュアワをゲットする方法ですが、若草本島のハイパー1から、シアンの砂浜のスーパー5から、でラピスラズリご飯のスーパー2から出てくるようで、ただフレンドポイント16なので、まあ、結構大変ですね、捕まえるのは。なんで、お香を一応もらえると思うんですけど、お香を取っておいて、週の最初のポケモンが少ない時に、仲良しのお香と組み合わせて使ってチャンスがつく確率を上げるとか、まあ、シンプルにお香を使う時は、仲良しのお香も一緒に使ってあげて、ちょっとチャンスつくのを狙うっていうのもありだと思います。いや、なかなかフレンドポイント16は課金してる方でとっても、大変ですし、無課金の方にとってはさらに大変なポケモンなんで、まあちょっと厳選ってなるとさらに難しいですよね。ということで、キワワについてまとめましたが、食材確率やスキル発動率に関してはまだ判明してないので、追加情報来たらまとめようと思います。ただですね、個人的な感想としましては、他のポケモンで代用できなそうなポケモンっていうわけでもないですし、若草コーンを解放したいけどラピスラズリが解放できてない方にはかなりおすすめなポケモンになってくるのかなという印象は受けました。こういった最新情報をこんな感じでいつもまとめてるんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。その他ですね、今週のイベントのおすすめポケモン等はですね、前回の動画でまとめてるんで、ぜひ見てみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。